ないですよ。おととい昨日はトーク会、握手会でございました。はい、昨日はそピーチ姫が輝いていましたね。おしんさん動画載せてた？どこに載せてた？ツイッター見てみるわ。仮装してないから、ヨッシーに。ヨッシーの仮装はしておりません。まあ、ぜひ気になる方はおしりさんの見てください。私も後で見てますね。明日はそうだね、ハロウィンだ。やばい、大事なこと忘れてた。はじめさん、ハロウィンですよ。今年はね、まあそのコロナ禍というか、そういうのもちょっとだいぶね、落ち着いたので、名古屋とか、毎年あれか、オアシスがすごいのかな。仮装をした人で賑やかになりそうですね、明日は。だって、おとといじゃない、そう、昨日とかおとといとかはめちゃあれだね、仮装めちゃあれってわけじゃない、仮装した人とかいたからな。ね、オアシス21には行きません。オアシス21に行ったら大変なことになりますので、ね、なんかすごいイメージ、なんか毎年人多くてニュースになってるイメージ。あ、閉鎖されるんだ、オアシスは。じゃあ入れないんだね。岐阜でおしゃれな場所、岐阜でおしゃれな場所、むず。岐阜でおしゃれな場所、おしゃれでどういうこと？映えるってこと？面白い、面白いっておかしいな。どういうおしゃれを求めてんだろう。柳瀬、オアシスや渋谷みたいな場所。もう岐阜駅付近じゃない、だから柳瀬とかかな。人が集まるってなったらあの辺の気がするけども、こんばんは。柳瀬って何があるの？お店。いろんなお店、
食べ物屋さん。あ、そう、なんか商店街みたいな感じかな。駅前のところです。そうですよ、いつの間にか計測が604ですよ。そうなんですよ、続いております。ちょっとね、コンサートの日とかもサボらず朝起きて頑張りましたので、はい、頑張っております。まあでもチケット使っちゃうとさ、カウントにはされないからさね、配信をした方がですね。今日は何の仮装ですか？部屋着です。あ、そうそう、チケットね、使うとカウントされないのよ。記念配信はしないの？記念配信はしてるよ、ちゃんと。ガルダの時は、まあ、時間見つけてやります。まあ、できなかったらチケット使うけど。タルト好きって言ってたっけ？タルト好きタルトめっちゃ好きです。お部屋は寒いですか？寒くない。こたつは出してない。でも布団乾燥機は出しました。もしジャカルタから配信できるのであれば、ちょっといろんな話しますね。今日はこのご飯食べましたとか、ジャカルタは何度、気温はこのぐらいありますとか、はい、ハタゴンがなんかまた変な面白いことしましたとか、はい、何かしら多分あると思うので、まあなので遊べる時間はね、わかんないね。何もわかりません。なので、まあできたらですけど、はい、配信しようと思います。海外用のポケット Wi-Fi がいるんだよね。ちょっとまだ何もあれなんですけど、でもなんかあれね、温度差がすごいから風邪ひかないかだけは心配ですけど、
パスポートの写真の紹介はないですか？ないですないです、もちろんないです。パスポートは10年、漏れましたか？漏れてません。はい、ジャカルタ行ったことある人いるのかな。車の免許の写真とどっちが可愛い？どっちも一緒うちも一緒。実は気をつけてね。現地の23過ぎの24時過ぎてます。はい、だからはい、ね、気をつけます。ジャカルタはカニむっちゃ安いってカニ売ってるかな。ジャカルタでね、カニ食べたいな。現地の水飲んだらダメだよって、トーク会でも結構ファンの方に教えていただきました。まあ、何か美味しそうな食べ物を食べたら皆さんに報告しますね。氷も、なんかお店で出されるさ、あんまお水とかも飲まない方がいいのかな。ね、もうミネラルウォーターのみって感じ。ね、まあそうだよね。歯磨きの時も注意。そうなの。普通の口ゆすぐのにもさ、ダメ？なるほど、ありがとうございます。604です、ありがとうございます。ちょっと来月はね、まあ明日で10月終わりますけど、来月はまあね、ジャカルタに行くという、はい、大きなお仕事がございますので、いろいろ準備もしないといけないんですけど、頑張りたいと思います。はい、皆さん今日もありがとうございますね。そろそろお時間でございます。はい、明日も頑張って起きます。起きれますように。確かに来月もね、スタジアムライブもあるし、岐阜でのお仕事もあるしって感じで、はい、声もありますしね、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、それではもう時間ですね。それではまた明日、おやすみなさーい。